何やら話があるとのことだが。見たところ我々だけのようですね。重大な要件とは何でしょうか。ああ、来てもらったのは他でもない、ノスリに頼みたいことがある。頼みか、物にもよるが、どういったことだ。知っての通り、現在我らの状況は混迷を極めている。そのためいろいろと策を講じているわけだが。ええ、存じていますよ。お前の知っていれば、正直怖いんだから。一度本音を聞いてみたい。いや、とんでもないこと言い出しそうだ。故に少しでも戦力が欲しい。それも統率が取れた屈強な者たちようだ。なるほど。つまり頼みというのは、姉上の配下を召集してもらいたいということですか。かつての仲間を集めるというのか。一度は解散させておいて、虫のいいことを言っているのはわかる。だが。ふむ、わかった。すぐにでも召集しよう。そうだろうな。いくらなんでも、一度バラバラに散った仲間をいきなり集めると言われて。何を？できるのか。当然だ。我らの結束は何よりも固い。一声かければすぐにでも駆けつけてくれるだろう。はい、姉上。何せ血の気の多い連中ですからね。それに皆オシトルさんには多少の恩義を感じていますから。恩義？どういうことだ。彼らとは協力関係にはあっても、そこまで深いつながりはなかったと思ったんだが。皆オシトルさんに口利きしてもらったことで助けられ、平穏に暮らせていたようですから、あれもこのような時を見越していたということですね。は、ああ、そうだな。オシトルのやつ、そこまで考えていたのか。まったく、いつも無理難題を押し付けてくれると思っていたが、あの世に行ってからもと。では、できるだけ早く頼みたい。今はとにかく兵が足り、どんな連中かは不安だが、それでも兵力が多いに越したことはない。ふむ。姉上、何か考えでも。うむ、もっと集められなくもないと思うのだが。なるほど、士族を召集するおつもりですか。うむ、まさにそれを考えていた。もともと僕たちノスリ旅団はイズル派のものなのです。今は没落してしまいましたが、元はそれなりに大きな士族でして。士族？そういえば確かノスリの家はもともとは地方の豪族を滑る家柄だったな。もちろん我らの士族に声をかけること自体は可能ですが、さすがに今すぐにというのは難しいでしょう。まずこちらの陣営に引き込むには、相手に利するところが必要です。そんなことはないぞ。このヤマトの危機となれば、みんなこぞって集まってくれるはずだ。いや、王妃の言う通りだろ。士族というのはつまりその土地を治める豪族ということだろうから、少し頭の回る者なら無益な争いには参じないのも当然か。もちろん方法がないわけではありませんが。彼らを引き込むだけの利があると。ん？なんだ。我が家はこれでもかつて八中の一つに数えられた家柄ですから、その家長が号令をかければ士族は兵を出してくれるでしょう。ただし姉上が家督を継承しさえすればですが。それはつまり、ノスリは未だ家長の座にはないということか。本来ならばすでに継いでいるはずなのだが。きっと父上にも考えがあるのですよ。しかしだな、なぜ父上は。まあまあ姉上、お茶菓子でもいかがです。うむ、あれだけの数の仲間を率いていたのだから、
てっきり家督は継いでいるものと思っていたのだが、どうやら自分が立ち入るような話ではなさそうだ。さすがにそこまで面倒をかけるわけにはいかんな。その話は忘れてくれ。では以前の仲間を呼び戻すということでよろしいですか？助かる。やはり志願してきたものだけでは必要な兵数を賄えないか。はい、なのです。考察を置いて相応の手間をかけてみたですが、結果は芳しからずか。大義がこちらにあるといっても、望んで戦に加わりたがる民は少ない。戦意が高揚するような噂を巷に流して志願者が増えるよう煽る手もあるが、そんな空気になるまで待っている余裕もないしな。頭数を揃えるだけでも一刻を争う。こんな時奴ならどうする。押し取るならやむを得ん。徴兵する。奴ならではない。それがしならばだ。強制的に兵役に就かせるとおっしゃるのですか？そうだ。頑健な青年男子、その中でも長男でない者には全て兵役についてもらう。働き手として使えるなら女子供もだ。武具の仕立て、糧食の用意、やってもらうことは山ほどある。それを正式に布告するですか？姫殿下と御前から全てを委ねられた兄様の名を使って。そうだ。おしたるに民を戦に駆り立てる真似をさせるのは猫目にとっても辛いだろうが、すまぬな。いえ、私たちが置かれた状況を考えれば仕方のないことだと思うのです。ですが一方的に命じて働き手を奪うだけでは民の間に不満が生まれると思うのです。そのあたりはどう考えてるですか？俸禄を十分に与える。戦で傷ついたり死んだ場合にも十分な見舞い金を出そう。元手はどうするのです？景気よくばらまくのは結構ですが、戦が何度か続けば蔵が空になってしまうです。いずれは行き詰まり、戦どころではなくなるのは分かっている。故に周辺国から支援を受けねばならぬ。まずはルルティエ殿の母国である九十里に援助を願い出る。九十里に？他の国の王路はルルティエ殿を目に入れても痛くないというほど大切にしていると聞いた。ならば彼女を通して持ちかければ話も進みやすいはずだ。できるならば金子だけでなく物資や兵も借り受ける。いずれは国と国とで盟を結ぶことまで見据えて動きたい。無論今すぐというわけにはいかぬ。まずは戦で勝ち続けながら、こちらにつけば大義があり相応の見返りがあり何よりも賞賛がありそうだと向こうが判断すれば同盟することが可能となるだろう。そしてかの国がこちらにつけば敵の狙いも分散されよう。大果て、九十里を盾にするつもりですか？ルルティエ様の国を戦場にすると？そうだ。逆にルルティエ様を人質に取ったとみなされ、九十里が敵に回る可能性もあるのです。あり得ることだな。それでも？ああ、それでもやらねばなるまい。互いの手の内を探り、かつ自国の利益になる道を選ぶのが、それがしや王路の立場。誤解を招かぬようこちらも言葉を尽くすが、他の国の王路ならば賢明な判断を下されるだろうと願うのみだ。すがすがしいほど卑怯なのです、兄様。
兄様がそう決めた以上、私はそれに従うのみなのです。どうしたのです？いや、もっと強く反対されても不思議ではなかったからな。これが危険な賭けであることは猫めも理解しているだろう。失敗すればあとは破滅するのみだ。それでも良いのです。猫め、忘れたですか、私は兄様とどこまでも一緒だと。朽ちる時も落ちる時も。